こんにちは、アレクサと柴田ね、とっても面白かったです。よくあんな動画見つけますよね。で、私ね、今ねレクサスのショールームに運転に行ってきたんですよ。試乗会に。で、まあセールスもバッチリ受けてですね、まあ、無理ない金額で、まあ、手打ちができるかなと思っているんですが、そのレクサスのねやっぱ進化のスピードっていうのはすごいですね。今ね自動で追い越しまでするそうなんですよ。で、バックする時もなんか異物があったら止まったりとかね、それから右側に曲がろうとした時に危ないよっていう警告もしてくれるんで、人間がやることどん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 減ってるんですよ。あとドライビングテクニックっていうのは、今までは自分で判断して安全確認して、で自分の判断で進んだり止まったり曲がったりっていうのがドライビングテクニックだったと思いますけども、おそらくですねこれからの時代っていうのは AI が搭載された、まあ、車ですとか家電ってありますよね。その AI にどのぐらい忠実でいられるかっていうのがAI リテラシーというふうなね、そんな時代が来るんではないかなと思ってます。人間は感情がありますから、機械よりの俺の方が正しいんだよみたいな感じで、ナビで最短距離ですよって出てるのに、いやいやこっちの方がいいんだよってね、自分判断でナビを無視していく例もあります。今はナビが人間の機能よりもまだ勝ってるのかもしれませんし、劣ってるのかもしれない、まあ微妙なところだと思うんですけども、おそらく近い将来機械の言う通りに感情なく全てがね理論立てて、指示されるその AI による判断にどれだけ忠実に従えるかっていうのが多分ね求められるようになると思うんですよ。まあ、例えば政治にしても会計にしても税法上のルールにしても、あらゆる法律や前例を人間は覚えてないですけども機械は覚えていて、あっという間に最適解を弾き出すことができるんですよね。そうなると人間ってのは自分の感情や考えがなければないほど正解にたどり着けるっていうふうな、いわゆるシンギュラリティっていうのが訪れてしまうんではないかなと思うんですよね。これからますます機械は冷静で正確な答えを弾き出してしまいます。今電卓で計算して電卓が間違えてる、自分の計算の方が暗算の方が正しいんだっていう方は多分いないと思うんですよ。そのぐらい機械っていうのは正確で素早くなってきました。もう人間がね追いつかないところまで来たんですよ。でもそれを人間はなかなか認められません。いや最後は人間の判断力だよとかね、人間の勘が全てだよみたいになっちゃいますけども、そうすることによってどれだけ多くの、まあ、間違いがあるのかってことですよね。運転にして言えば自動運転車でも事故は起きるよって論争はあるんですよ。確かに起きますけども、人間が起きる事故よりは少ないんですよ、圧倒的に、ね、機械の方が冷静にドライバーの感情に左右されずに進んだり止まったり曲がったりすることができる。これ火を見るより明らかですよね。だからどのぐらい機械に冷静に従えるかってことになります。もちろん人間には感情がありますから機械任せでいいのかなって不安はありますけども、まさにそれを抑えて機械の言う通りにどれだけ冷静に動けるかっていうのがね、これから求められていくスキルになるんじゃないかなと思ったら、ちょっと怖いような気がしますね。でもねこれね、手塚治虫さんがね漫画の中でね予言してるんですよ、何度も、うん、そういうことを思い出しましたね。 AI リテラシー